こんにちは。どこでもスカートで旅するチエルです。今回はザ・ウェスティンモルディブミリアンドゥリゾートに宿泊してきました。美しい海で泳いだり、アクティビティを楽しんだり、レストランの絶品グルメも満喫、極上のリゾートを満喫してきました。というわけで、マレ空港からウェスティンには水上飛行機で向かいます。約35分でウェスティンのある島が見えてきました。モルディブは基本的に一つの島が一つのリゾートになっている感じです。はい、到着しました。お出迎えが素晴らしいです。わー素敵ー。まずはバギーに乗ってチェックインに向かいます。リゾート、そしていい天気、めっちゃ綺麗だね。ロビーもリゾートらしくて素敵です。こちらのドリンクをいただきます。それではお部屋に向かいます。今回はどんなお部屋かな、ワクワク。こちらではリゾートタイムっていうのかな、ちょっとまた別の時間が採用されてるので、今ね、モルディブだと3時半だったんですけど、到着したらね、こちらでは4時半ということで、もう夕方ですね。じゃあお部屋に向かいます。あ、素敵ー、わー、あ、これ写真も映えるね、ここから。いい、この並び。お部屋です。はい、じゃあお部屋入りました。もう感動的な感じなんですけど、早速ルームツアー行ってみよう。はい、今回のお部屋はこんな感じでございます。めちゃめちゃね、奥行きがすごい広いんですよ。これね、ドア閉めて一つずつのお部屋にもできるそうなんですけど、今全開に開いてる状態です。まずこちらがゆっくりくつろげるソファースペースみたいな感じですね。テレビもありますし、横に書斎的なスペースもあります。あとすごいのが、マッサージガンとかね、こういうボディケアアイテムっていうのかな、こういったものも貸し出しが無料でされるそうです。あとこういったベビーアイテム、こちらも無料で借りられるそうです。こちらはね、ちょっとお昼寝とかもできるカウチソファーですね。はい、そしてすごいサプライズ、じゃ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 ーん、これやばくないですか。お部屋のね、中から海の中が覗けるんです。で、夜になるとね、ライトアップされて、さらにお魚が集まってくる様子が見られるそうです。めっちゃすごい。じゃあ続いては、これはダイニングスペースかな、わーい、よく冷えたシャンパンが用意されております。さらにですね、素敵なウェルカムスイーツまであります。嬉しい。こちらはミニバースペース、コーヒーマシンにミネラルウォーターにオレンジに、まあ、グラス類、マグカップ類、そしてこれすごい、オレンジジュース絞り機っていうのかな。この中はお茶や、なんていうの、ワインオープナー、コーヒーのカプセルなど入っております。これなんだろう、ワインセラー、ワインクーラーなんだろうね。これとアイスペール、ポット、そして、冷蔵庫ですね。この中身は有料です。続いてこちらがベッドルームですね。ベッドも大きくて快適そうです。枕元にコンセントもさせますし、ライトの調節もできます。でこちらの内線電話、フロントにはね、24時間つながるそうで安心です。反対側はコンセントじゃなくて USB がさせる仕様になってます。そして Bluetooth スピーカーもございます。よく眠れるラベンダーバーブまで用意されてる。そしてお部屋の中、どこから見ても真っ青な海を見渡すことができちゃいます。入口近くにも荷物を置くスペースがたくさんあって、すでにもうたくさん置いてあります。あれ、救命胴衣もね、お部屋の中にあります。で、こちらね、海に入る時も着ていいそうです。こちら、クローゼットにはセーフティーボックスやアイロン、バスローブなど用意されております。で、大きなスーツケースが2つ余裕で置けちゃう荷物置き場。全身鏡もあります。クローゼットは2箇所あります。
お洋服かけるスペースは十分にありそうです。ビーチとかに持っていけるビーチバッグやスリッパに、これなんだろうね、シューシャイン、あ、靴磨きも用意されてます。もちろんランドリーサービスもあります。お部屋の中、最後はバスルームです。ここも素敵。ここももちろんね、仕切って閉められるようになっています。バスタブもとても清潔感があって、お風呂に浸かりながら海も見れちゃいます。これなんだろう、ルーファと、あ、バスソルトも用意されてます。洗面所スペースもダブルシンクでとっても広いです。今回ね、お友達と2人の女子旅なので、こういうスペースが広々としているのはとっても助かります。うがい用のミネラルウォーターやティッシュ、ハンドタオルに石鹸かな、ボディーローションにマウスウォッシュ、うがい用のコップも可愛い。で、こちらにね、アメニティが入っているそうで、中身はバニティキット、カミソリ、シャワーキャップ、デンタルキット、歯ブラシですね、こちらも2本入ってました。下の段に体重計とヘアドライヤーがあります。ドライヤーはこんな感じです。メイクしやすいミラーもあります。はい、シャワールームはガラス張りでとてもおしゃれな感じ。シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュがあります。シャワーはレインシャワーと持てるタイプのシャワー。水圧チェック、こんな感じ。めちゃくちゃ強くはないけど問題なく使えそうな水圧です。シャワールームの横にお手洗いがあって、こちらもとてもラグジュアリーな雰囲気です。設備はこんな感じ。じゃあ次はテラスに出てみます。はい、テラスもとっても広い。そしてもうすごい海と一体化してるようなテラスです。まず手前がインフィニティープール、貸し切りで使えるなんて夢のようです。こちらはデッキチェアがあって海を見ながらのんびりと過ごすことができます。ダイニングスペースもあるので、ここでご飯とかも食べられるのかな。はい、そしてモルディブの水上コテージといえば、もちろんお部屋から直接海に入ることができます。お部屋に救命胴衣が置いてあったので、そちらを着てね、入ると安全だそうです。で、プール側にもシャワーがついております。じゃあ今からホテルの敷地内を案内していただきます。私たちが宿泊しているこちらの建物はオーバーウォータービラ、水上コテージですね。でもう一個ビーチビラという方もあるそうです。ビーチバレーのコートもあります。この奥にはヘブンリースパというスパがあります。こちらがホテルの敷地内のマップです。そんなにね、大きい島ではないそうです。私が宿泊しているのはこちらですね。こっちオーバーウォータービラの、サンセット、じゃあサンライズ側。こっちがサンセット側ですね。で、こういうところにビーチビラがあります。こちらが24時間オープンしている、ジムですね。これすごいの、野外のジムスペースもあるの、めちゃくちゃかっこいいよね。ジムの中も見学させていただきました。で、こちらはインルームのアクティビティエリアなので、雨の日とかに利用するのがおすすめらしいです。更衣室も広くて、なんとサウナ、そしてスチームサウナも揃っているそうです。すごい、かなり広い。マシンめっちゃ揃ってる。で、有酸素運動のマシンもずらっと並んでるんですが、なんとなんとオーシャンビューです。この景色を見ながら有酸素できちゃいます。最高ですね。こちらがウェイトトレーニングのコーナーです。すごい揃ってますね。こちらの中ではテニスコートだけじゃなくて、バレーボールとかフットボールもできるエリアとなっております。次のエリアに移動します。その緑の感じも素敵ですね。こちらはビーチビラです。デラックスファミリービーチビラの内部を見せていただきました。うわ、ここも素敵。ビーチビラにもこういったプールがついていて、もちろん目の前はビーチなので、こう砂浜と海があります。フォトショップとアートショップがあります。次はキッズクラブの中を案内していただきます。4歳から12歳までが使える室内のキッズプレイエリアです。かわいい。こちらはキッズ用プールです。キッズエリアはね、1時間で12ドルかな。で、ベビーシーターさんもいらっしゃって、安心して、お子様が遊べるエリアとなっております。1時間に1回プログラムも変わるそうです。こちらはメインプール、ビーチの目の前です。海にもプールにも同時に入れますね。で、あの奥に見える建物は日本食レストランみたいです。アクティビティはこんな感じでたくさんあるので、スケジュールが張り出されています。こちらがビーチバーですね。わー、これも素敵。
エイジアンストリートフードのレストランもあります。メインレストランのアイランドキッチン、オールデイダイニングレストランです。すごい素敵。この階段も映えだね。こちらは、ライブラリールームですね。こういったねミニゲームもあってインドアアクティビティが楽しめるところとなっております。こちらはワインセラーとなっております。こちらのエリアはサンセットバーです。サンセットバーはこんな感じ。今日はちょっとね曇っちゃってるからサンセット見えなさそうなんですけど、めちゃくちゃ素敵です。じゃあこれからこちらでマリオットボンボイ会員様向けパーティーがあるそうなので、私たちも参加したいと思います。じゃあこちらでジンとビールのカクテルをいただきます。すごいなんかカリフォルニアロールが配られました。次はなんかサーモンのおつまみが来ました。春巻きどんどん出てくる。春巻きだ。じゃあ今日のディナーはこちらのアイランドキッチンでいただきます。ドリンクはノクテルにしました。ハイビスカスとパッションフルーツです。乾杯。うん、さっぱりしてるハイビスカス。さっきのねサンセットバーでもお酒飲んだし、この後も部屋でシャンパン飲もうかなと思ってるのでモクテルにしておきました。美味しそうなフォカッチャが出てきました。ご飯はチキンシーザーサラダと二人とも大好きなカラマリです。うん、美味しい。鶏肉はねしっとりしててすごく素材もいいし、シーザーのドレッシングもちょうどいい具合です。美味しい。カラマリ、うん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 、何このソース。アジアの醤油に近いくない？甘い醤油みたいな。めちゃくちゃなんか日本人の口に合う。で、美味しい。サクサクに上がってる。メインはサーモンにしました。美味しそう。レモンバターソースをつけていただきます。あとは2人とも大好きなマルゲリータ、こっちも美味しそう。じゃあサーモンも添っていただきます。うん、美味しい。めっちゃいい感じのサーモン、マルゲリータ。うん、うん、シンプルで美味しい。何食べても全部美味しかったです。モルディブの伝統的な音楽とダンスもあり、楽しいディナーでした。お部屋に戻ってきたらタウンダウンのサービスで、お部屋の整備もされてたんですが、マドレーヌも置かれてました。寝る前にシャンパンとチョコで女子トークを楽しみました。うん、うん、幸せ。うん、じゃあこの夜の海の中ライトアップされてるので見てみます。あ、いる。見えるかな。結構ね魚集まってきてるんだよね。見せれないのが残念。ちょっと動いてんのわかる？魚。ほら、あの青いキラキラのやつ魚です。ほらほら魚。はい、というわけで今回も歯ブラシがでかい、でかいけどすごく磨きやすい歯ブラシです。はい、歯ブラシもラグジュアリーな感じです。じゃあいきます。1、お、ほぼ2ロールありました。はい、というわけで明日は朝からモーニングヨガの予定なので早めに寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。モルディブウェスティンデイ2、今日は今から、モーニングヨガを行います。朝活。いつも私はね朝弱いんですけれども、モルディブ来てからめっちゃ早起きです。今日もね7時からヨガをやりたいと思います。ではこちらで、モーニングヨガ行います。海の目の前です。水上コテージ今日も美しいです。日が昇り始め、ヨガのレッスンが始まりました。先生が分かりやすい英語で見本を見せながら教えてくれます。海を見ながらの早朝ヨガ、最高に気持ちが良かったです。すっかり日が昇りました。今日めちゃくちゃいい天気です。やった。あ、めちゃくちゃすっきりしました。気持ちよかった。最高だったね、この波の音が聞こえて、ね、しかも超いい天気だし今日、うん、ついてるね。最高。
高。じゃあ朝活したのでこの後は美味しく朝ごはんを食べていきたいと思います。じゃあ朝食はアイランドキッチンでいただきます。朝食はビュッフェスタイルです。美味しそうなパンがたくさんあります。かわいい、ドーナツがかけてある。パンの種類がすごい。こっちにもパンコーナーがあります。ハムとチーズがいろんな種類がある。パンケーキ、ワッフル、エッグズベネディクトなどね、いろいろと作っていただけるそうです。卵料理はね、こちらでオーダーできます。こんな感じでやってもらいます。あとは定番の朝食メニューいろいろと揃ってます。中華メニューもあります。インドが近いということでカレーもね、美味しいです。こっちはあとはヌードル類や、わ、味噌汁がある。これは何だろう。あ、多分お粥ですね。わ、お寿司もある。和食もある感じだ。これ何だろう、チアシードとかかな。ヘルシー系のメニューも揃っております。ヨーグルトもいろいろとあって可愛い。なんとプロテインまである。あとはシリアル。サラダコーナーはこんな感じです。フルーツもたくさんあります。コーヒーとかね、紅茶こちらにもあるんですけど、オーダーでね、フレッシュフルーツジュースとかも持ってきていただけます。こんな感じで取ってきました。私にしては珍しくおしゃれに盛り付けられたサラダとバナナデニッシュ、あとベーコンですね。この他にフレンチトーストとオムレツオーダーしてるので、この後届きます。あと大好きなスイカジュース、ブルーベリーヨーグルトも持ってきました。うん、フレッシュ。うん、バナナデリッシュもめっちゃ美味しい。オムレツが届きました。ふわふわ、うん、焼きたてふわふわ。ホテルの方からサービスで辛ラーメンいただきました。食べてみます。うん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 、あ、なんか辛うまこっち来てから一回も食べてなかった味だからすごい染み渡る。ごま油とかも入ってアレンジされてめっちゃ美味しい。はい、そしてフレンチトーストもオーダーしたやつが届きました。いちごが乗ってて美味しそう。うん、美味しい。ビュッフェだけじゃなくてこうやってオーダーできる朝食って幸せだよね。うん、はい、じゃあ今からですね、シュノーケリングに行ってきます。ようやく海の中に入れます。嬉しい、楽しみ。サメいるかな。ねえ、私初シュノーケリングなんだけど。あ、マジで。うん、じゃあ絶対いい思い出になるよ。そうだね。うん、綺麗だと思う。はーい、楽しみ。イエイ、出発。綺麗。こちらのボートに乗っていきます。乾杯。出発。ホテルから近くのね、この島の周辺でシュノーケルを楽しめるそうです。サメはいないとのことで安心しました。いてもベジタリアンだそうです。よし、楽しむぞ楽しむぞ。はい、履けたかな。履けた。それでは海の中を探検です。前回泊まったホテルでは天気に恵まれなかったので、これが実質モルディブでの初シュノーケル。見てください、この透明度。綺麗なお魚にたくさん出会えて、一緒に泳いでいるとまるでお魚になった気分。ただ海が深く GoPro が近づけられなかったため、ガイドさんが代わりに潜って近くで撮ってきてくれました。やはりサンゴの周りにたくさん集まっているようです。初シュノーケルの友達もようやく浮き輪を離して泳ぎ始めました。ただ泳ぎ方が寿司三昧で爆笑しました。2人で泳いでいい思い出になりました。じゃあランチはこちらでいただきます。海を見ながらご飯が食べられます。じゃあフレッシュジュースをいただきます。なんて言ったかな、ウォーターメロンとか、
大人だっけ。なんか言ってたね、フルーツ。ブラッドオレンジ。あ、ブラッドオレンジ言ってたわ。まあそんな感じでいろんなフルーツが入ってるドリンクです。あとソフトシェルクラブのサラダ、サラダっていうかほぼソフトシェルクラブだ、うん、うん。シュノーケリングアートのご飯マジで美味しいな、うん、殻ごと柔らかいのに食べられます。うん、私はパッタイを頼みました。すごいオムライスみたいに卵にくるまれてる。うん、うん、運動した後の麺類は美味しいですね。うん、めっちゃホッとする味、美味しい。薄めに焼いた卵の感じもめちゃくちゃいい。もっといっぱい感想言いたいんですけど、シュノーケルでお腹空きすぎてるので一旦集中して食べます。二人とも空腹すぎたのでおしゃべりもせず黙々と食べました。食後はショップを覗いてみました。水着などの、海で使えるアイテムがいろいろと売ってます。リゾートのお洋服もたくさん売ってます。この辺のバングルもかわいい、かわいい石ついてるやつ、これいいね。モルディブって入ってる、かわいい。パイナップル型の栓抜きだ、これめっちゃかわいい。毎回恒例の一択いいのマグネット集めてるので買ってきます。どれにしようかな。女子旅には必須なショッピングも満喫できました。夕飯はこちらのレストランでバーベキューディナーをいただきます。バーベキューって言っても焼いてくれるスタイルなんですね。自分で焼かなくてもいいの、いいですね。まあ美味しそう。炭火で海鮮が焼かれています。すごい船盛りみたいになってる。海鮮がたくさん並んでます。わ、海鮮のバーベキューもいいね。で、室内のね、こういったビュッフェコーナーも食べられるみたいです。豪華で、バーベキューで焼かれたものがそのままここに並ぶ感じなので、私たちはただ取って食べればいいみたい。楽ですね。海鮮だけじゃなくお肉もあります。すごいいろんな種類があって美味しそう。こっち来てからパンが異様に美味しくてパンばっか食べてる。ベジタブルスープ。この辺はサラダ類ですね。この辺はね、結構エスニック料理系のおかずがたくさん入ってます。デザートも盛りだくさんです。こんな感じで撮ってきました。目の前は海です。そしてバーベキューなのでビール乾杯。うまっ。お肉からいただきます。めっちゃ柔らかい、美味しい。やっぱりね、海なので海鮮もたっぷりあるのがグー。こっちの人の文化なのかわかんないんですけど、食事してるとね、いろんな人がね、いろんな人ってちゃんとレストランとかホテルの人なんですけど、美味しいかどうか必ず聞きに来てくれます。エビちゃん、うん、プリプリ出た。プリ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 エビ食べたらプリプリ。カニもあってすごい豪華なんですけど、カニはね、なんか殻むくのがちょっと面倒くさそうだったんでパスしました。ああ。デザート取ってきました。すごい美味しそうなのがいっぱいあって迷っちゃった。釜焼き取りたかったんですけどケーキ倒れちゃいました。こんな感じの可愛いケーキです。なんかパッションフルーツムース。やばこれ美味しい。すごいミルキーなムースにフルーツが乗ってるって感じ。プリンみたいな感じかな。うん、こちらがパッションフルーツチーズケーキ。 レモンチーズケーキ。うん、これ見さめろと店員さんおすすめのチョコレートムースかな。やばくない。デラウマー、デラウマー、めっちゃ美味しい。やばいでしょこれ。やばい、やばいよね。はあ、お腹いっぱい。ごちそうさまでした。夜の雰囲気も素敵、ライトアップされてます。はい、というわけで今日も楽しい一日でした。明日もいっぱい楽しみます。おやすみなさい。ウェスティモルディブデイ3。今日の朝食はフローティングブレックファーストをいただきます。めちゃめちゃ可愛いハート型なの。昨日の夜にね、リクエストも聞いてくださったのでフレンチトーストとかいろいろお願いしました。
こんな感じでインフィニティプールに浮かべていただきます。かわいい。バイバイ。おいしい。あの死ぬほど写真撮ってたから一歩冷めてるかなと思ったんですけど全然美味しい。お冷めても美味しい。うん、美味しい。うん、美味しいよね。絶対めっちゃ美味しい。もう朝ごはんって感じね。これ一番そういうタイプの朝ごはんが嬉しいよね。わかる、大好き。わかる。いただきます。うん、ふわふわ。プールに流されるのを阻止しながら楽しい朝食を満喫しました。はい、じゃあ今からお楽しみのスパに行ってきたいと思います。楽しみ。初日にね見学させていただいたんですけど、かなり素敵な雰囲気だったのですごい楽しみです。こちらの桟橋を通ってスパに向かいます。こちらがスパのレセプションエリア。海に囲まれていて素敵です。ジンジャーティーをいただきます。あ、甘い。うん、美味しい。美味しい。うん、香りを3種類から選べるそうです。 What is this? Yeah, you can try in your hand. This is white tea. White tea. うん、じゃあお部屋に案内していただきます。わ、すごい。海が見渡せる素敵なお部屋で、これからトリートメント受けます。めちゃくちゃ素敵。すごい。え、やばくない？これかわいいね。かわいい。ハッピーホリデーチール&ミサキって書いてあります。すごい嬉しい。マッサージしながら下が見えるので、お魚がたまに通る様子とかも見ることができます。まずは足湯から。いい香り。波の音とアロマの香り。下には海を見ながら最高の時間を過ごしました。ラウンジルームもとても素敵。ドリンクをいただきます。いや、めちゃめちゃ気持ちよかった。すごい上手でした、マッサージ。うん、美味しい。すごい甘い。何の味？蜂蜜とかかな。オレンジもだけど、すごいなんかその蜂蜜っぽい甘さが勝つかも。海も綺麗だし最高の時間でした。次はランチに向かいます。じゃあランチはアイランドキッチンでいただきます。今日はコーラにしました。パンも美味しそうです。目の前はインフィニティプールと海が広がっているお席です。あー、美味しい。今日は珍しく朝からずっと晴れてます。お昼はハンバーガーにしました。ボリューミー、パンがふかふかです。いただきます。うん、おいしい。うん、パンは表面がこんがりと焼かれていてすごいふかふかです。で、中のパテはね、あの焼き具合も選べて、私は結構ウェルダンにしたんですけど、肉肉しい感じで美味しいです。やっぱり海の前で食べるハンバーガーは美味しいですね。ポテトも結構分厚めな感じ。うん、結構汗かいてるから塩分がめちゃめちゃ染み渡ります。うん、あー最高。海風も気持ちいいし、いい天気だし、最高のランチタイムです。たくさん食べて、たくさん遊んで、運動もたくさんして、めちゃくちゃいい旅です。
き終わって少し時間があるので、ビーチを散歩します。今日は本当にいい天気です。ねえ、でさ、言ったらさ、曇ってきたから本当にやめてもらってもいい。天気に触れないで。ああイエーイ。そういえば、せっかく来たのにモルディブ語何も覚えてなかった。確かに。おはようってなんて言ったの？ちょっとあそこのお兄さんに聞いてこようかな。うん。Excuse me? How to say good morning in your language? I'm Indian. Indian? Yeah. Okay, so namaste. Namaste, yes. Namaste. Okay. Namaste. Thank you. Thank you so much. Namaste は知ってるのよ。Namaste はさすがにね、知ってるね。そうだね。Namaste は知ってた。Namaste は知ってた。じゃあ、部屋に戻ろうか。そうですね。はーい。ナマステー。なんかいる。え、カメレオン？何これか、かわいい。あー、行っちゃった、行っちゃった、はい、じゃあ今からですね、アクティビティに参加します。ペタンクという、なんかフランスですごく人気のスポーツ？そちらをやるみたいです。なんか老若男女で楽しめるスポーツらしいです。はい。暑くて息切れする。暑いね。ね。この、こっちね、湿気強すぎるし風も強いから、前髪お揃いにしたんですけど、これモルディブ一おすすめの髪型かも。はい。めちゃくちゃ視界良好になりました。ね。いいね。じゃあ頑張りましょう。お、こちらを使ってこれからペタンクというポーズをやるそうです。うん。この小さい球をめがけて、こちらの銀の球をね、投げて近づけていくというゲームで、一番近い人が勝ち。じゃあまさかのスターター任されました。スローリー、yeah. No one. So near, sorry. Go. Go? Yes. Okay. Oh. Perfect, very good. Oh. Hey. むず。はい、はい、というわけでペタンク終了しました。30分ぐらいね、楽しみました、はい、なんかね、簡単にできるし、本当にちっちゃい子からね、大人までやっててすごい楽しいので、まあ、皆さんもなかなかね、機会ないと思うんですけど、機会があればペタンクやってみてください。ハマりそうだなね。私たちこれで日本でペタンクマウント取れるからね。そうだね、ペタンカーだね。あー、ペタンクやりてー、やりてーやりてペタンクって知ってる？え、知らないの？ごめんごめん、なんかフランスで流行ってるゲームだった。ごめんごめん。ちょっと。まあこういうこともできるのでやってみてください。はい。はい、じゃあせっかくね、運動着に着替えたということで、この野外ジム利用してみたいと思います。どういう競技？いやでもそういう感じだと思う。無理だわそれは。結構あれだね、ここの野外は。上級者コースだね、多分。うん、確かに。いいじゃん。あ、嘘でしょ。早くね。これきついから、本当に。本当？ほら、でしょ？でしょ？やばい。すごいいるんだよ、筋力。ちょ、そ、そっちから。そっちから無理だと思う。反対、反対。シエルさん、日頃ストレスが多いんですかね。結構痛め。じゃあ、ミサメロちゃんの熱い要望に応えて卓球もやっていきます。しましたね。はい、これで夕飯が美味しく食べられそうです、ね。はい、すっかり夕方です。3日間ともね、サンセットの時間は曇っていたので、美しいサンセットを見ることはできませんでした。
夕方のターンダウンサービスがあって、本日のおやつはこういうミニドーナツでした。最終日ということで、ベッドの上に See you soon と可愛いねアートが飾られてました。とっても嬉しいですね。また来たいです。このやつは楽しそう楽しそういいね。じゃあ寝るか。おやすみなさーい。おやすみはい、かーす。この後はね、ディナー始まりますんで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ今から、ラストディナーに行ってきます。イエーイ。なんかすごい素敵なね、日本食レストランらしくて楽しみです。夕飯はこちらのレストランです。すごい素敵な桟橋を通ってレストランに向かいます。すごく素敵なレストランです。すごいカウンターがかっこいい。多分風がなかったらそこも空いててもっと開放感があるのかもしれないですね。こちらのレストランでは日本酒にも力を入れているそうなので頼んでみました。雪中熟成、人気のやつを聞いたらこれって言われたので頼んでみました。じゃあラストディナー、乾杯。じゃあ視聴者さんも乾杯。うん、飲みやすい。結構ね、甘口な感じです。マルディブで日本酒を飲むっていうのはなんか面白いですね。枝豆なんかまぶしてある。わー、美味しそう。お刺身やお寿司が乗ってます。これまだ前菜。サーモン、マグロ、ハマチ、タコ、ウニ、サーモンの巻いたやつ、サーモン巻き、うなぎ。めちゃめちゃ美味しそう。町から、うん、やっぱ海の幸美味しいね、モルディブ。マグロ、うん、じゃあ大好物のウニいっちゃいます。うん、甘い。これで前菜なんて豪華すぎる。枝豆、うん、なんだろう、ごま油みたいな風味がついてます。ビールにも合いそう。2品目は茶碗蒸し。うん、おいしい。ちゃんと茶碗蒸しです。うん、あん、いい出汁の味。じゃあ感想10秒でどうぞ。出汁がしみしみ。すごい、豚骨ラーメン美味しそう。これまだメインじゃないとか食べきれるかな。あー、味噌も入ってるかな。優しめの味だ。うん、美味しい。うん、南国で食べるラーメン、糸うまし。こちらは揚げ餃子とエビ天となんかチキン。うん、天ぷら美味しい。うん、中にお肉入ってた。甘辛くて美味しいです。全部美味しい。はい、次はお肉です。和牛、焼き鳥、カモ、ブラックペッパーソースです。うん、本当だ、ソースピリ辛、美味しい。でも柔らかいです、お肉。うん、美味しい。甘いね、焼き鳥のタレ。結構お腹いっぱい。ね。最後はデザートです。デザートも可愛い。抹茶とラズベリーかな。うん。こってりなお料理の後なので、この甘酸っぱいラズベリーのシャーベットがさっぱりしていい感じ。抹茶ケーキかな。うん。うん、甘すぎなくて美味しい。幸せ。
全部美味しかったです。ごちそうさまでした。最高のラストディナーでした。ちょっとスコールで結構足元がやばそうだったのでバギーでお部屋に戻ります。おはようございます。ウェスティンのモルディブで過ごすデイ4、本日帰国日です。寂しい、帰りたくない。今ね、最後の朝食をとっております。最後なのでモリモリ食べたいと思います。朝食もね、微妙に毎日メニューが変わってたりするので何泊しても飽きないです。しかもね、結構食べたいものを言うとないものでも作ってくださったりして、辛ラーメンとかね、結構いろいろあってすごくいい朝食でした。今日の朝食はこんな感じ。この色が面白いのはピスタチオのクロワッサンとドラゴンフルーツのデニッシュ、ほんとなんか柔らかそうなパン、ベーコンのハッシュドポテトにサラダです。そして目玉焼き、かわいいこのパン。うん、見た目は独特しいけど普通に優しい感じのクロワッサン、ピスタチオの香りがします。はい、というわけで中の席に移ったので引き続き食べたいと思います。でもこのホテル移動してからはスコールとかはね、ちょこちょこあったけど基本的に晴れてたのはかなりラッキーでしたね。うん、美味しい。じゃあラストはね、もういっぱいおかわりしてたくさんいただきたいと思います。また後ほど。はい、じゃあ今からですね、昨日スパを受けたヘブンリースパでフェイスマスクの DIY 体験というのをやってみたいと思います。はい。For today we will make chocolate and honey face mask。チョコレートと蜂蜜のフェイスマスク。You can put on the bowl. Yeah, perfect. Looks like delicious. Yeah, it's like making a cookies. はい、というわけであっという間に完成しました。今私たちね、メイクしてるのでこの後ね、お部屋に戻った時に一回シャワー浴びる予定なのでその時に使ってみたいと思います。じゃあ最後にザ・ウェスティモルディブミリアンドリゾートに宿泊した感想を求めます。まず何といってもね、こうモルディブといえばの水上コテージが素敵すぎました。やっぱりお部屋からね、直接海に行けるっていうのは気軽にたくさん入れていいですね。あとお部屋もね、広くてとっても快適でしたね。ベッドの寝心地がすごく良かったり、お風呂もね、使い勝手が良かったりとすごく快適に過ごせました。あとアクティビティがめちゃくちゃ豊富で、まあシュノーケリングだとかね、モーニングヨガだとかね、こうアクティブな遊びも楽しめましたし、フェイスマスクの DIY 体験とかね、こう雨が降っても楽しめるようなアクティビティがあるのも良かったかなと思います。あとお食事が本当にどこで何を食べても美味しすぎた。もうね、食べすぎましたね、完全に。モルディブからモルディブになっちゃったんですけど、日本帰ったらまたダイエット頑張りたいと思います。というわけでね、ザ・ウエスティモルディブミリアンドリゾート、本当に素敵なリゾートなので皆さんもぜひ宿泊してみてください。詳細はまた概要欄の方にホームページと載せておきます。じゃあ出発までちょっとシャワー浴びたり、最後の荷造りしたり、お部屋から海を眺めたりしてのんびりと過ごします。はい、じゃあ2人ともシャワー浴びて、先ほど作ったフェイスマスク使ってみました。ブライトニング効果と、なんだっけ、もう一個、あ、モイスチャーだ、モイスチャー効果があるそうです。すごいチョコのいい香りだね。ねえ、じゃあごちょっとすごいビジュアルであれなんですけど、5分から10分したら洗い流すそうです。はい、はい、現場からは以上です。はい、ではいよいよ出発です。寂しい。お天気悪くてもやっぱり海は綺麗です。名残惜しいけどチェックアウトしました。リゾート感あふれる素敵なロビーで水上飛行機を待ちます。ちなみにお揃いで購入したブレスレットはこちらです。かわいい、かわいいね、嬉しい、旅の思い出になったね。ね、はい、ようやくマレ空港到着です。行きはバタバタしてて気づかなかったけど、結構飲食店も入っててフードコートみたいなものがあります。というわけでチェックインして出国です。マレ空港免税店とかもしっかり入ってそうなので、最後のお買い物も楽しめそうです。中にも食事を取れるフードコート的なスペースがあります。それでは帰りもシンガポール航空を利用し、シンガポール経由で帰国します。最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。
ではまた次の旅でお会いしましょう。